野崎チャンネルプロスピエース。はい、ということでプロスピエース年末に向けていろんなガチャが登場ということで、今日はね、まずね、これ見てください。これね、もうやってあったんですけども、あ、クレイさん、ビップさん、佐々木、しっかり撮ってたね。よかったよ。ね。あれもしまた撮ってなかったら、バチバチだったよ。ね。しっかり、ね。ビップさんはしっかり確定撮って、クレイさんね、確定で撮んなかって、一発いったのかと思ったら、ね。その後、ね、追加ガチャで撮って。よかったよ。ビップさんとクレイさんよかったよ。でも、勝つや！ビップクレイ、勝つ！ちょ、なんでか。全然ホームラン打ってないやん。俺のせいじゃないからね。技術足りひんだけちゃう？俺、里崎ホームラン打つまで動画やるからね。そしたら、すぐ打ってやるっていうね。ところでね、ちょっとこれ見てください。まずはね、スピリーグ監督契約書、ね、来たのよ。これで一発で里崎引けたら、ガチャやらなくてもいいから、ね、これ絶対ね、引きたいっていうところでね、なんと、そしたら、当たったのが、ね、こちらです。じゃーんつってね、守備いいよ。守備いいけど。ね、育成してまではね、使えない。用事ない。じゃあ、里崎の、ガチャ引こうってね、スピリーグ。とにかくね、6回目まで行きたくないと。ね。6回目までに里崎出てくれと、もう欲しいの俺しかいないと。他も誰もいらないと。ね。いうところで、ね。1回目から行くわけよ。ね。1回目で引けたら、すごいじゃん。ね。そして、1回目ね。まあこれはね、まあ誰も来ないっていうね、これはもうね、常識なんだけどね。その中ではね、A の里崎もね、まあ、これ S 同様にね、欲しいっていうところでね、まあ1回目ね、はい、最後銀次郎っていうね、はい、ライフから西武へようこそね、 FA ででも古巣が迎えてくれる、最高だね、幸せね。そして2回目ね、2回目調子くん絶好調からのね、当たってもう一回来いって言ったらね、これ、ね、自チーム確定はどれだいやっていうね、佐々木はまだ分かってないぞっていうね、ところでね、いろんな選手が出て、ね、最後、ね、伊藤洋平が出てからのね、最後、こちらね、噂だ、ね、じゃあよし、3回目やと、佐々木聞けたら、もう3回目で終わるぞと。とにかく1回でも早く里崎出てくれと、6回目まで行きたくないんやと、なぜなら里崎以外で欲しい人いないんやっていうね、ところがもう大前提に来ると思うのよ、ね、でこれはもうね、確定してるから、監督1人でね、どんだけやったんですか、皆さんね、この監督のガチャ、ね、キャメラ来い、キャメラっていうね、ところで応援団しか、来なくてですね、なんとか頼むぞと、ね、もしくはシリーズ2引いてくれと。ね、山川、ソフトバンクいっちゃうのかっていうね。ペルドも良かったよ、今年っていうね。うん。田口、ヤクルト、残留です。来いって。岡島さんも顔どこ向いてんのっていうね。岡島さん。用事ない。マジ用事ない。ね。もうとにかく、一回でも多く出てくれと。ね。4回目。ね。うわ、来たっつって。エース確定。さっさと来てくれと、ね、甘い甘いは用事ないよっていうね、いつ来るんやと、さっさと来たと、来るのかどうかね、石田どこ行く、ヤクルトかと登って、そしてうわ来たーって言って、真中さんって、いやもうここ監督じゃなくていいんだっていう、もうこういう時ね、50% とか当たらなくていいのよ、もうここシリーズ2でいいのよ、誰でもいいんだから、真中さんって言ってね、もう用事ないよね。で次5回目ね、まあ、その中でね、でなんでこういう時に限ってその50とかね引いちゃうんだろうね、いらないのにね、シリーズ2でいいよとね、もし S 来るんだったらシリーズ2でいいよっつって、さあ誰やってね、あ、後編の方残念っつって、里崎ね、最後まで確定まで行かなきゃいけないよかね、ロドリゲスっつってね、どうしてね、で見合いね、でもう最後ね、6回目行くしかないともうね、まあ、これで里崎ね確定で取っちゃいましょうとね、いうところで、なんとね、ここからカーンってきて、もうこれ、これが自チーム確定なんだっていうね、最後まで行ったら最高で、おっ、これ
2倍引きじゃね思ったら、これでねしっかりキャメラマンも来て、まあ3台確定だけど2倍引きじゃね、もう一つ S 来るんじゃね、頼むからねシリーズ2だよと、シリーズ2来てくださいよね、いうところで何で来たのか、ジャーンとヨシイ見て、なんでこんな時ばっかり監督ばっかり低いんだと、ヨシイも 2CM があったら使えるんだけど、あの能力が使い切れないで、最後に里崎ようこそってね、必ずホームラン打ちますよ、俺の能力が悪いわけじゃなくてビップさんとクレイスさんの腕がないだけっていうところをね見せてやりたいね。ここからが本番ですよ。なんて言ってもね、今10連 OB セレクションね、第2弾来てますから、セリーグね、八重樫さんか、ね、キャッチャーね、まあ、キャッチャー里崎いるからね、ちょっと要違い里崎チームがね、次ローズ、これセカンドは優秀だね、ローズね、でも A 持ってないからちょっと極みにするには限界突破コーチ使わなきゃいけないね。で続いて浜中治ちゃん、これアーティストだから何気にいいらしい情報によるとね。でライトだけか、アーティスト勝てるね、ちょっと得のがしょぼいよね。でもこれはね、まあだから治ちゃんももし取れたらね、あの限界突破コーチでね極みにしようね。で続いて吉野さん、これ最強、吉野さんもすぐ極みできるからね、継承して持ってるから、これはもうね一番欲しいね。で続いてシュルツね、通信もオンリーだけどね、シュルツどうなんやっていうね、ちょっとこれはまたねビップさんとクレイさんの動画見に行くわ、使えるかどうか、俺もそこ頼みだからね。で岩瀬さんね、まあリーグじゃ強いかもしれないけど、これ高速スライダーとスライダーとかカットとかあったらもっと強かったけどね、ちょっと使いづらいよね。で赤堀さん、赤堀さんこれ何気に一周回っていいらしい ねムービングファーストだから、赤堀さんもちょっと欲しいよね、感じ的に使ってみたい。イ・デフォね、ロッテジャイアンツからね、三冠王ロッテマリーンズに来ればよかった。イ・デフォも得のヘボインではね、しかもファーストいっぱいいるからね、ちょっと用事ないね。でフォアシね、フォアシのこれパースライドパームね、ちょっとちょっと用事ないね、うん、山崎さん、ね、山崎さんいいね、ドラゴンズバージョンの山崎さんも欲しいよね。アーティスト存在か、連発がねなかなか、まあでも武志さんでもいいかな。で薮田さんね、薮田さんってツーシーム投げてたよ、コナミさん本当本当、だって俺がサイン出したから、これがねツーシームのサインだった、薮田さんね。だからツーシームあったからね、ツーシームあってもよかったね。あとカーブもね、一応持ったから1ぐらいカーブつけてもね、よかったかもしれない。ね。でも薮田さんね、ツーシームあった。だって自分でツーシームしてたし、最高だから、コナミさんお願いします。糸井よしお、これ欲しいね。糸井。糸井欲しいね。糸井もすぐに極みできるからね。糸井欲しい。ね。あ、これだ。だから、このメンツの中だったら欲しいのをね、発表します。吉野部さん、吉野部さん、糸井だね。吉野部さんと糸井がドラフト1位。で、2位がローズ、浜中治ちゃん、山崎武さんだね。子さんに。あ、で、一番欲しいのが赤堀さん、吉野部さん、糸井だね。この6人欲しい。じゃあ行こう。頼むよ。12分の6。吉野部さん、糸井、ね、赤堀さんが A ランク、一番欲しい。で、その次が、浜中、ローズ、山崎武さんね。これでいこう。ね。まず1回目、緊張の、ね、1回目。2人とか引いたら最高だけどね。レッツゴー。どうなん？指名候補、挑戦！普通か。普通か。普通なのか。普通なのかい、どうなんだい。 A とかも欲しいけどね、これ来る感じ。起きた、カモ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 、依頼 FA 残留濃厚。おびっくりした、シュルツ A、 シュルツの流れか、お村林楽天の流れか、ドキドキしてきた。シュルツ酒井、高橋由伸さん、流れから高橋由伸さん、武志さんからの流れ、武志さん、いや、おかわりくん、カモン、あ、村上、
シリーズ2、これも当たりって言ってもいいんじゃない。でも俺サードめっちゃいるよ、宮崎里輝もいるからね。でもシリーズ2の村上だからいでよ、これめっちゃ良かったんじゃん、何気にの成功でしょ。じゃあ2回目、熱いね、流れいいね。2回目、これどうなん、これ違うか、指名候補ショーくん、いや普通や、ここまでどうなん、いやないか、さすがに全部 S はないか。おめでとうって言ったよ今、おめでとうって言った、おめでとうないか。おーつ、帝京大学出身ナイス、さあ川本取ってきてよかったね。いやー豚さん、通信丸さん、よこなみさん、よーつ帝京大学よかったね、大魂、はい、清水頑張ってるけどね、鉄は大瀬良、こんなもんじゃないやろ、もっと頑張れ、田塚さん引退しちゃうよ、小川もう一丁頑張ろう、田中正義ハム行ってよかったね、高梨もう一踏ん張り、ここで、いや糸井よしおが S が欲しい、よしさあ 50% 欲しい選手ね、その中で3人最後カモン、レッツゴー、2倍引き行こう、ほらいいよ、いい流れ来てるよ、2倍引き行こう、最後まで行ってくれ、もう一個行ってくれ、もう一個行ってくれ、いや行かへんか、これ最後まで行こう、2枚引き行こう、もう一個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 行こう、カモン、いやこうへんか、どうなんや、おめでとうって言ってる、カメラ、いやこうへんか、さあイデホからの加藤隆、残留法吉野吉野さん待ってますよ、フーク赤いロッテからなくて、運命の坂本に負けてらんない、遠野崎今年頑張った、モイネロ先発転向、いや神里このまま終わるぞ、さあ最後これを持ってさよならしましょう、それでは最後 S 吉野さんか赤堀さんか、そして糸井なのか、はたまた山崎武さんか、ねえー、ローズなのか、浜中治ちゃんなのか、12分の6、レッツゴー、カモン、たけしさん、まあまあいいでしょう。